はい、では続きまして令和5年度小学生高学年の部優勝、原美波さんです。美波さんは現在朝日小学校5年生です。5歳の時に妹と共に謝る会に通い始めました。昨年から三味線を習い始め、お教室や家で島唄を楽しんでいますとのことです。本日は欄干橋酔いすらの2曲をご披露いただきます。原美波さん、よろしくお願いいたします。あ、足ついて
みなみちゃん、ちょっとお話を聞かせてもらってもいいですか。どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうでしたか。ちょっと緊張したりしましたか。すっごく緊張しました。そんなことが上手な歌声でしたですね。みなみさんは、昨年から三味線を習い始めたということで、去年出た時は歌だけでしたか。はい、そうなんですね。今年が、他の皆さんの、ね、伴奏の方も担当されてたりとかしてましたが、三味線を弾きながら歌うことって歌うだけとは違ってまた難しいところとか、どういうところにこう気をつけて演奏したりしていますか。三味線に気を取られすぎたら歌がちょっと悪くなって、歌に気を取られたら三味線が悪くなるのでちょっと意識してます。両方一緒にうまくいいバランスできるように意識してるんですね。はい、南さんは好きな島歌は何ですか。酔いすらぶしという歌です。酔いすらぶしですね。今のもとってもね良かったです。酔いすらぶし、どういうところが好きですか。裏声を出した時にでも気持ちがいい。裏声がねわーって伸びてね、とても綺麗な声が聞こえました。はい、そうやってね、そうですね、じゃあ歌う時にその歌、島歌を歌うことでこう心がけていることとか気をつけていることとか先生からこう言われてこう大事にしていることとかはありますか。低い声が少し苦手なので、低い声をちょっと練習していきたいと思っています。低い声の練習ですね。はい、頑張ってください。今5年生、次は6年生ですね。南さん、将来の夢は何ですか。平田真由奈姉ちゃん先生みたいに島歌が上手になれたらいいのかなって思ってます。じゃあ真由奈姉ちゃん目標に頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。